の歴史っていうのは飽くなきチャレンジングスピリットの塊だと思ってます。タイプ R の誕生からちょうど30周年となる今年、テクノロジーの進化と洗練されたデザインの融合によりレーシングカーが持つ速さと圧倒的なドライビングプレジャーを追求するのがタイプ R の使命です。お客様の直感に響く最強の FF スポーツを作り上げました。今回のタイプ R のデザインはタイプ R らしいアグレッシブかつ立体的な表情に仕上げました。ワイド&ローの骨格っていうのを最大限際立たせながら全体として地面にこう張り付いたようなどっしりそこにドンとこう構えたようなレーシングカーのような佇まいっていうのを目指しました。ボディと一体化したリアフェンダーのところが大きなハイライトになっていると思います。デザインで言えば最も早くそして最も美しいタイプ R を作るっていうことでサイドパネルであったりとか一つ一つの機能パーツの光の表情みたいなところまでこだわってクレーモデルであったり形状の精度を上げていったっていうところがあります。リアスポイラーはステイをアルミ台キャスト化することで空気抵抗は最小限に抑えながらしっかりとダウンフォースを稼ぐ、大きく今回進化したポイントの一つになると思います。運転してる時も車を降りて車を眺めている時もいつでもどこでもアルティメットスポーツを感じていただけるようなデザインになっていると思います。タイプ R の特別さを一連の乗車体験の中で感じていただけないかっていうところでドライバーの気持ちをデザインするということにこだわりました。ドアを開けた瞬間にこう真っ赤な世界が飛び込んできてこれからのこう走りをかきたてられるようなまず体験をします。深みを持たせられるように素材感何度もトライアンドエラーを繰り返して上質感と洗練さを兼ね備えた赤を今回編み出しました。シートに滑り込むと世界が一変してドライビングに集中できるようなブラック基調のインテリアが広がります。一連のコックピット体験を提案します。フロントシートについてはしっかりと体をサポートするサポート性、そして限界走行時に体が密着する背中とか腰周りにパーフォレーションを集中させて通気性を持たせています。メーターはタイプ R 専用グラフィックを採用しサーキット走行時に必要な情報を的確に得られるようなメーターにしています。ダイナミクスコンセプトはアルティメイトドライビングプレジャーです。路面をわしづかみにしているかのようなインフォメーション豊かなステアフィール、意のままに操れる一体感に満ちたハンドリング、ドライバーがタイプ R と一つになって圧倒的なパフォーマンスと感能を体感できる、そんな車に仕上げました。究極の速さとプレジャーを追求するホンダのレーシングスピリット、タイプ R とのスポーツカーライフがより豊かで喜びに満ち溢れた体験となるような価値を創造しました。